任務全部やってきたってばよ。ああ、よくやってくれた。へえ、なんだかんだで動き回ったな。次は何を？腹が鳴っちまったってばよ。まあ、あれだけ動けばお腹も減るでしょう。それじゃあ、そろそろお楽しみのあそこに行こっかな。聞くまでもないけど、どうせ一楽でしょ。その通り。久々に一楽のラーメンを腹いっぱい堪能する。ってわけで、さくらちゃんも一緒にどう？いや、悪いがさくらはここに残ってもらう。ちょっと頼み事があるんだ。頼み事？だったら俺も。そうしてもらいたいのは山々だが、医療に関する依頼なんでな。それはちょっと役に立てそうにねえな。ま、あんたは一楽に行って思いっきりラーメンを楽しんできなさい。だな、そうさせてもらうってばよ。減ったー。早く一楽のラーメンを。鹿丸？おいおいおい、ナルトじゃねえか。戻ってきてたのかよ。やっぱ鹿丸か。お前はあの時のチビか。ってあれ、お前ってば確か砂隠れの。手まりだ。久しぶりだな、渦巻きナルト。おお、久しぶりだな。ってわけで、さっきまで演習を受けててさ。帰ってきてそうそう忙しいやつだな、お前は。ところで、お前たちは何やってんだ？もしかしてデートですかい？冗談はよせ。なんでこんなやつと。私はただ次の中忍試験の打ち合わせで木の葉に来ているだけだ。中忍試験？そっか、中忍試験か。懐かしいってばよ。いや、懐かしむのはいいけどよ。お前どうすんだよ、就任試験。え？なんで？なんでって、俺らの同期で就任になってないのお前だけだぜ。じゃあさくらちゃんも長次もひなたも就任？なあ、っていうかお前以外はみんな就任って言ってるだろ。そんな、まさか俺一人下人だなんて。まったく、何か騒がしいと思ったらやっぱりお前だったか。え、イルカ先生、この3年でお前も少しは成長したと思って。久しぶりだってばよ。イルカ先生も全然変わってねえ。やれやれ、落ち着きがないところは相変わらずだな。落ち着きないって、そりゃそうなるってばよ。だってみんな中二になってんのに俺だけ。まあまあ、とにかく落ち着け。話は一楽でゆっくり聞いてやるから。ジライア様との修行終わったんだろ。だったら今日は修行終了祝いとして好きなだけラーメンをおごってやる。おー、ラッキー。俺ってばちょうど一楽に行こうとしてたんだってばよ。それじゃあ俺は先に行ってるからな。そっちの話が一段落したら一楽で合流だぞ。イルカ先生とラーメンか。なんかすげえ嬉しいってばよ。第1章風影奪還。ラーメンラーメン。あ、そうだ、鹿丸たちも行こうぜ。一緒におごってもらおうぜ。いや、俺らは仕事が残ってるからな、遠慮しておく。なんだ、仕事があんのか。だったら仕方ねえな。まあ、そのうち飯でも食おうぜ。そうだな。これは本格的に腹が減ってきた。早く一楽に行かねえと。俺たちの分まで楽しんでこいよ。あっ、じゃあな鹿丸、ヘマリ、また今度な。来たな。早く早くラーメン食べようぜ。わかったわかった。何杯食べようかな。たくなるほどな。だからあんなに騒いでたのか。はあ、みんなは中人で俺だけ下人か。おいおい、下人中人ってそんなにひがむなよ。お前はあの地雷屋様に直々に教わってんだから。まあね。でもさ、容赦なしだってばよ、エロ仙人ってば。額当てとか服とかボロボロになっちまってさ、新調しなきゃならなくなったんだぜ。でもそのすごい修行のおかげで随分と強くなったんだろ。うん、今じゃイルカ先生より強いかもね。なに言ってんだ、まだまだ俺だって負けやしないぞ。いつかイルカ先生とも勝負を。あ、どうした？そういや、ずっと聞きそびれてたんだけど、あのさ、さくらちゃんたちが中二になったのは分かったけど、あいつは？あのガーラはどうなったんだってばよ。あの子か。まさか中人ってだけでなく上人に？いや、あの子はちょっと別格だ。別格？そろそろだな。油断すんじゃねえぞ、デイダラ。相手は人中力なんだからな。オイラの術は全て芸術だ。それにちゃんとお箱も持ってきてる。うん、まあサソリの旦那は見てればいい。どうだい、この芸術的造形は。うん、あんまり待たせんなよ。一尾主角の人中力、砂漠のガーラか。さて、どんなものか。潜入成功。ん？ほう、よくオイラの潜入に気づいたな。さすがは砂隠れの風影ってとこか。ん？その衣、お前の暁だな。隠密行動は失敗だな。しかし、てめえを探す手間が省けたぜ。さて、とっとと片付けるかな。この里は俺が守る。やるな。けどこれで終わりだ。佐藤ことな。空想貿易。 すごい。こんな大きなパテン。俺もいつか誰かに必要とされる存在になりたい。恐るべき兵器としてではなく、砂隠れの風影として。 あれをガードしきるとはすごいな。あれ？ おいおい、これは一時退却だな。終わったか。それはどうかな。かなり際どかったぜ。こいつあれを受けて。だがな、最後の最後はオイラの勝ちだ。しまった。 まったく骨が折れたぜ。そのひょうたんに粘土仕掛けんのはよ。なかなか隙を見せねえし、さすがに強いじゃねえか。なあ風影。さてこれからお前を楽しい場所へ案内するぜ。うん。 さーて集まったな2人とも。これから第7班で任務に入るぞ。でどうしたのよナルト、考え事か？いやー、あのガーラが風かけになってるとは思ってもみなくてさ、悔しいやら嬉しいやら。悔しいってのはわかるけど、嬉しい気持ちもあるんだ。 風影になったってことはみんなに認められたってことだろ。それってばあいつにとってすげえ大変なことだったと思うんだ。でもガーラはそれをやってのけた。頑張って風影になったんだ。だからなんか俺も嬉しくなってさ。だったらお前も負けてられないな。ガーラに負けないくらい努力しないと。おう、その通りだってばよ。任務をバリバリやって他への道を突っ走ってやる。あんたってそういうとこ昔から変わらないわね。ってわけでさっさと任務に入ろうぜカカシ先生。あ、それじゃまずは任務を引き受けに5代目のところに行くか。わっ